神戸市、風見鶏の館。神戸市、風見鶏の館は、兵庫県神戸市の北野町三丁目にある歴史的建造物。1904年、明治37年に、ドイツ人貿易省の住宅として建てられた西洋館、異人館で、重厚なレンガ作りの外観と、屋根状の風見鶏を特徴とする。 その風見取りにより風見取りの館と呼ばれ、また当初の居住者の中から旧トーマス邸、旧トーマス住宅とも呼ばれる。国の重要文化財に指定されている。1904年、明治37年に、ドイツ人の貿易商、ゴットフリートトーマス、ゴットフリートトーマス1871年から1950年の個人住宅として、ドイツ人建築家、 ゲオルグ・デラランデの設計により建てられ、ネオ・バロック様式を基調とした建築である。セッシのトーマスはこの家を、ハウス・レナニア、ラインの館と呼び、ドイツ風の重厚なデザインの中に内装には随所に、世紀末の有限としている、アール・ヌーボー様式を取り入れている。トーマス家では1914年、大正3年、一人娘のエルゼ・トーマスを、 ドイツ本国の上級学校に進学させるために休暇を兼ねて一家三人でドイツへ一時帰国中だった。その時勃発した日独戦争第一次世界大戦により日独が戦争状態に陥り、結果一家は神戸の自邸への帰還ができなくなるという悲劇が起きた。トーマス家では館は適正資産として没収されたと伝えられていたが、当規模上では 戦争中に売買された形にされている。実業家で政治家の山形克美が戦前、自らの会社である新日本祈祭の名義で館を購入し、後に山形記念財団の所有となり、研究室が置かれたが、1968年に神戸中華道文学校に売却した。山形の長男と林家の萌木の館の小林や、 神戸電鉄社長の娘は後に結婚している。1977年10月から放送が始まった NHK 連続テレビ小説、風見取りで全国的に知名度が上がり、北野町、山本通周辺にある偉人館群のシンボル的存在である、この建物の文化財としての価値にも注目が丸に至った。ただし、 微人館風見取りの館の住人だったトーマス家の歴史とテレビドラマ、風見取りのストーリーは全く関係がなく、ドラマの時代設定自体がトーマス家の在日時期とは異なるため、ドラマのモデルではない、風見取りの項目参照。1978年1月に旧トーマス住宅の名称で国の重要文化財に指定された、同年、 神戸中華同文学工学整寮となっていた。この建物を神戸市が文化事業の一環として買い上げ、整備した後に一般公開を行った。1995年、阪神大震災でほぼ全壊するという大きな被害を受け、1年8ヶ月かけて修復工事が行われた。元の建材を70%以上使用して再建されたことで、 重要文化財指定は取り消されずに済んだ。建設当時を再現した室内には、洋家具、トーマス家の写真、西洋アンティークの人形などが展示されている。神戸市では、神戸市、風見取りの館登場例を定めており、指定管理者は、神戸市民生活協同組合である。半地下付きの2階建て、一部3階建てで、地下は、見陰室に、1階は、 レンガ作り、2階は木造ハーフティンバーとするなど、膝端ごとに異常に変化をつけている。屋根は寄せ棟作り、スレート吹きとする。建物東側、階段を上ったところに玄関ポーチがあり、各中で支えられたポーチの上はバルコニーとなっている。1階は中央北側をホール、南側をある鉱物器の今とし、東側は玄関を挟んで、北側が書斎。 南側が応接間となっている。今東側のアルコーブと書斎の東側は床高を一段高くし、書斎と北側は八角形の張り出しを設ける。1階の西側は食堂とし、その南にベランダを設ける。2階の間仕切りは1階と同様で、今の上が子供部屋、応接間の上が朝食の間、書斎の上が客用寝室、食堂の上が夫婦寝室となっており。 夫婦寝室の南にも1階と同様にベランダを設ける。建物の東南隅には棟屋を設け、この屋上に風見鶏がある。建築年代については、神戸市への新築届の提出年から1909年、明治42年春工とされていた。しかし、ゴッドフリート・トーマスの娘で、この住宅で少女時代を過ごしたエルゼ・カルボー・キュー・トーマスは、 この住宅に移り住んだのは1905年だったと証言している。また、当時の外国人の住所録でもあったディレクトリーでは、1904年版、1903年末の実態を繁栄では山本通り三丁目一に居住となっていたのが、1905年版以降になると、北野町三丁目十一の現、風見取りの館の住所に変更になっていた。その他、 春光当時の建物の写真に、ゴットフリート・トーマスが、1904年春光と、裏書きし、署名していること、設計者、ゲオルグ・デラランデによる1904年6月の署名と、年号入りの図面が、発見されたことなどにより、実際の建物春光は1904年だったとする、説がある。2009年1月、神戸市立博物館では販売中の展覧会図録。 神戸横浜開花物語を生語表で訂正し、明治37年から38年、1905、初めに建てた住宅と解説を改めた。これに対して、神戸市文化財課は、同じ神戸市でも私立博物館とは、対応が異なり、従来の1909年、明治42年の表示に、頃一文字だけを加え、明治42年、1909年頃として、 入管パンフレットや入り口の看板を新調している。ベランダや木組みなどの外観木部塗装色については、1978年に重要文化財に指定された時は灰色であったが、その後、神戸市によって茶褐色に塗り替えられた。しかし、デラランデ本人の署名入り設計図では、新緑の彩色が施されており、2011年の塗装塗り替えの際に、 新緑色に戻すべきではないかとの指摘があったことが報じられている。デラランデの出身地、旧ドイツ領、ヒルシュベルグ、原ポーランドに残された、自身の設計による、自邸スズランの家、1898年地区をはじめ、ヒルシュベルグで、日本人研究者によって、発見された約40棟のデラランデ作品中、創建当時のままの塗装と見られるものでは、実際に、 深緑が塗装色に多く使用されていたという。風緑の館は神戸ポートタワーや神戸海洋博物館や旧、居留地のビル群等と共に神戸を象徴する建造物の一つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。